パパラッチは、1963年制作、ジャック・ロジエ監督によるフランスのドキュメンタリー短編映画である。1963年4月、ローマで撮影を開始した、ジャン・リュック・ゴダールの長編劇映画第6作、軽蔑の撮影隊が、同年5月17日夕方5時に、カプリ島に上陸したところから、本作は始まる。フランス・ヌーベルバーグのスター監督であるゴダールと、 同時代のスター女優、ブリジット・バルドーの組み合わせに、パパラッチたちは密着した。この天末を切り口に制作されたのが、本作である。本作の監督のロジエは、短編映画、十代の夏を評価したゴダールが、勝手に仕上がれのプロデューサーであるジョルジュ・ド・ボール・ガールに、紹介し、アドゥ・フィリピーヌで、長編劇映画を監督してデビューした人物である。 同作にも出演したミシェル・ピコリが、軽蔑にも出演しており、本作に出演するとともに、ナレーションも受け持った。オフの声で語るジャン・レスコーは、当時25歳の俳優で、後に劇作家、ダビド・レスコーの父親となる人物であり、ダビドとネリは、ロジエのアドゥ・フィリピーヌにホラーティオ役で出演した俳優である。本作は、パパラッチが主題となった、最初の映画である。 1963年5月17日、夕方5時、長編劇映画、軽別の外形ロケーション撮影のため、撮影隊がカプリ島に到着した。スター女優、ブリジット・バルドーと、ヌーベルバーグのキシュジャン・リュック・ゴダールが、ローマからついてきたパパラッチの一団と共に、到着したのだ。ロケ場所のマラパルテテに突き出る岩は、 パパラッチたちの撮影機材でいっぱいになり、化け物のような望遠レンズが無数に突き出ている。ビキに起きて犬を可愛がったり、ミシェルピコリと演技をしたり、笑いあったりするバルドーに対し、パパラッチは容赦なく、機関銃のようにシャッターを押しまくる。あげくに、バルドーは、微笑むことすらできなくなってしまう。バルドーは、バスローブと彼女の威厳で攻撃から身を守る。コダールは、 小さな帽子で武装しつつ、カラビニエリの干渉とともに、パパラッチが出ていくことを虚しく交渉しようとする。こういった光景は、カプリ島での撮影の全工程で続くのだった。ありがとうございます。